シェリアで可愛い猫のシリコンモールドを見つけたので、リバティのシェイカーを作ったよ。まず、これくらいの歯切れを用意して、デコパージュ液に浸して乾燥させ、パリパリにする。モールドより、一回り小さめの猫ちゃんを切り出して、準備完了。次にレジンでシェイカーを作る。まずは縁を作って硬化したら、レジンを追加して、さっきの布を封入するよ。硬化できたら、モールドから外す。名前シールを貼って、丸カンつけて、ビーズたちを入れて、猫型に切ったプラ板で蓋をするよ。最後にレジンでコーティングしたり、デコったりして、こんなに可愛い、猫ちゃんシェイカーが完成。あまりに可愛いので、